おはようございます。 M ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンことだけぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今日も、ね、コメント紹介からいきましょう。ベティモモジリアさんからで、これはですね、札幌銀座ライオンビアホールスペシャルっていうビールをねぶっ決めてる動画にくれてます。確かね、まあ、このビールを飲んだ感想で僕がビールだーって言ったんですけど、そこに対してですね、ツッコミですね。そりゃビールなんですから、ビール味に決まっておりますでしょうと。ビールには味の違いあるんですよねっていうクエスチョンマーク。これ僕の返信ですね。飲んでみなくちゃわからないぐらい様々な味がありますと。でそこに対してその違いを教えてよってことで、まあ、僕なりにね、表現してるつもりなんですけど、まだまだ未熟ですねって、まあ、謝罪めいたく、まあ、返信書いたんですけども。ラスト、そんな僕にね、頑張れっていう、まあ、応援コメントもらってますね。本当にありがとうございます。さあってことで、今日もね、まあ、ビール飲んでいこうと思うんですが、今日のビールのね違いっていうか、あの詳しいことね説明できるかわかんないんですけどね、僕なりに一生懸命やっていこうと思います。さあ今日飲んでいくのこちらです。買ってきました、オリオンビールさんの麦職人ですね。これはなんか気合入ってそうですけども、沖縄県産の素材を使用って書いてますね。アルコール分 5.5%。 オリオンビールさんは飲みやすいイメージがあるんですけど、さあこの子はどうでしょうかね。さあぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキとジョッキ、テンション上がるわ。ジョッキしか勝たん、最高だわ。行きましょう。よいしょ。それ、お、色はいい感じですね。ちょっ、ん、気持ち薄めかな。さてと、うわ、うまそうですね。くー、輝いてますね、匂い。ちょっと苦そうだ。めちゃくちゃ綺麗な色してますね。ビールって感じですね。さあ飲んでみましょう。オリオンビールの麦職人ですね。いただきます。いってきます。乾杯。刺さった。刺激はすごいけど飲み心地軽い。かあ、ちょっと苦い。くー、あー、はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてました。今日のやつですね、初めて飲んだんですけども、ちょっとね苦かったっすね。でね、ビールって感じの味してましたね。これさ、でもさ、その味の違いを教えてよってなかなかね難しいんですよね。もうやっぱ言葉にできないですよね。そうっすね、まあ普通のオリオンビールもね何本も飲んできましたけど、オリオンビールに比べたらちょっとね苦いなって感じで、なんですけども刺激もあるし喉越し最高って、そんな感じのビールでしたね。飲みやすかったですね。さあってことで、ちょっとね味の表現難しいですけど、もしですね飲んでみたくなって気になった方でしたら、ぜひね試してみてください。さあ最後に次回告知、明日なんですけども、飯テロ動画やっていこうと思ってます。行こう行こうと思ってて、遠いからねなかなか行けてなかったんですけど、ロッテリアにね行ってみようと思ってて、往復でね2時間もかかんないけど、それぐらい多分時間かかるんですけど、テイクアウト持ち帰りしてね、ここで撮影しようと思ってます。ってことで、明日ねロッテリアも決めていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これはねビールって感じの味してました。オーライさんです。